自民党が参議院でも過半数の議席を回復するかどうかを焦点に、来月12日の投票日に向けて17日間の選挙戦が。アメリカのクリントン大統領は先ほど中国の古都西安に到着しました。アメリカの大統領としては9年前の天安門事件以降初めてとなる中国公式訪問がスタートしました。カンボジアが1ヶ月間の選挙戦に入りました。自由で公正な選挙を実現して、去年の武力衝突で失われた国際社会の信頼を回復できるかどうかが焦点となります。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは。メールで知り合った18歳の女子高校生を自宅に連れ込み1週間近く監禁していたとして